こんにちは、フルートの立花です。今日はですね、フルートの練習に役に立つメトロノームのアプリをご紹介いたします。で、早速画面を見ていただきたいんですけれども、今こちらに表示されているのがそのアプリの画面です。このアプリはですね、ピアノで有名な河合楽器が作成した、iPhone 用のメトロノームアプリです。パッと見すごくシンプルですよね。ですけれども、メトロノームの基本的な、機能はしっかりと備わっています。まずビートのスタートのさせ方は、この下にある黒丸の、中をタップすることでビートがスタートします。もう一度押すとストップします。ビートの速さを変えるには、この下の黒丸の縁をこのように回すことによって、市販の針のメトロノームをこう速さを変えていくように、こう段階的に速さを変えることができます。もっと細かく1メモリずつ、速さを変えたいときは、上に見えるこの、今84って書かれているこの数字の赤丸の中を左右にスワイプすることで、1メモリずつ速さを変えることができます。また右上に見える、この速度記号ですね、今アンダンティーノって書かれていますが、これを左右にスワイプすることでも速さを変えることができます。例えばマエストーソ、こうすると88、モデラート、アレグレット、アニマート、アレグロ、こんな具合に速さを変えることもできます。あともう一つ、このぐらいの速さで演奏したいなって、もっと感覚的にこう速さを決めたいときは、この赤丸の中を指でタップすることで、その速さを読み取って、速度を決めることができます。例えばこんな感じだと、85ですね。これで速さを決めて、このように自分の思った速さで、メトロノームの速さを決めることができます。次にビートの種類ですね。右上の青い丸を見てください。今こちら、四分音符が表示されていますけれども、この場合だと、この一拍につき、一つの音しかなりませんが、例えばこれをですね、また右にスワイプすることによって、8分音符になって、一拍の中に音を2つ鳴らしたりとか、16分音符で4つ鳴らしたりとか、3連符でこれは3つですね。さらにいろんな、リズムのパターンがあって、こんな感じのビートもあって、四分音符に戻ってくると。次に拍子ですね。画面の真ん中あたりを見ていただきたいんですが、この丸1と書かれた部分をこう軽く右にスワイプすると、こう2拍子の拍子になったり、3拍子の拍子、このように決めることができます。例えば4拍子の中の1拍目を強調して、音を変えたいなんていう時は、今この丸1と書かれている部分を上にスワイプします。そうするとこう丸1の部分にさらにこう丸が、表示されて、これで音を出すと、はい、1拍目が強調された音になります。例えばこれ1拍目と3拍目を強調するなんてこともできます。自分の好きなところの拍子を上にスワイプして、はい、こんな感じですね。ここまでは割と大体、基本的なメトロノームの機能で、他のアプリでもあったりするんですけれども、まずこのアプリの売りの一つに、このデザインを自分の好みにカスタマイズすることができる。でちょっとやってみますけれども、この画面の適当な白い部分を長くこう押すとですね、こうアイコンがグラグラし始めます。そうするとですね、この、配置されているアイコンをですね、自由に動かすことができるんですよ。こんな風に、例えば下のこうメトロノームを大きくしたり、さらにそれを左右に動かしたりとか、ちょっとこんな感じにしてみましょうか。これでもですね、しっかり先ほどの機能は損なわれず、機能させることができると。で、右下の、歯車のメニューを開くと、例えばメトロノームの音を変えたりとか、さらに細かい設定ができるので、
自分の好きな、デザインなんかをこういろいろね試してみたりしてください。僕がこのメトロノームを使っていて一番いいと思うところは、例えば速さを変えるにしてもビートの種類を変えるにしても、いちいちいろんなメニューを開いたりせずに全てこの画面の中の操作で完結できるという点ですね。スマートフォンのアプリとして、使いやすいように本当によく考えられて作られた、メトロノームだと思います。残念ながらこれは、今のところ iPhone だけのアプリとなっていますけれども、価格も200円と、無料ではないのですが、普通の電子メトロノームが、だいたい3000円前後すると考えると破格の値段かと思います。もし興味がありましたらぜひお試しください。毎週金曜日に発行しているメルマガでは最新の YouTube 動画を先行公開しています。さらにメルマガ会員だけが視聴できる特典映像も掲載していて、普段はなかなか見ることのないコンサートの裏側やリハーサルの様子などがご覧いただけます。早速登録したい方や詳細を知りたいという方はこちらのボタンか、スマートフォンやタブレットの方は下の動画説明欄のリンクをクリックして僕のブログのページから登録サイトへアクセスしてみてください。たくさんの登録お待ちしております。チャンネル登録してね。